私は富士通の川妻恒夫といいます。 CTO&CIO という2つを兼務しています。 ICT は広がったんですけども、全然使われてない業界がいっぱいあるわけですね。それは健康でもそうです。医療でいうと電子カルテって富士通はとっても強いんですけども、電子カルテは僕を健康にはしてくれないわけですよね。で、農業も匠の技術で日本はやってます。で、アメリカとか広い土地があるところは機械化した技術でやってます。だけどどっちも大した技術使ってないんですよね。だから農業でいうとですね、私たちは7年ぐらい前に農業を私始めて、農業に ICT を入れたら、ただやっぱり露地物って要するに外で作る野菜は 1.3 倍とか取れるわけですね。だから匠の技術を ICT で置き換える世界っていうのはまだいっぱいあります。だ例えば交通問題です。先進国は人口減ってきますけども、都市集中が始まってしまうので都市はひどいことになりますね。で、交通渋滞をどうやって解消するかっていうのも人間は分かってないですね。道路の作り方を人間のアイデアで設計してるだけです。だからそういう意味で言うと、これから最初にも申し上げた、全てのプロセスと全ての業界だ、全て変わると思うんですね。だから全ての領域がフロンティアだと私は思ってます。やっぱり基本的にはよく IoT とか IoE とか言われるインターネットオブエブリシングとかインターネットオブシングス、もののインターネットとか、要するにつながってるってことですね。お客様、富士通から見るとお客様ですね。皆さんが使うものの中にコンピューターを溶け込ませるような形で ICT は生活を変えていくということだと思います。 ICT が未開拓な分野にどうやって貢献するかというお話なんですけども、一つだけ申し上げると、コンピューターは仮想空間に存在しているわけですね。だから例えば私が今やってるのは電子レンジにコンピューターを入れることです。靴にコンピューターを入れること、洋服にワイシャツにコンピューターが入ることです。要するに非破壊非接触なセンサーが本当の本質的な技術だと私は思ってますけどね。一つ言うとですね、スマホで写真を撮るじゃないですか、と脈拍が分かる、そういう技術があります。あと皮膚にセンサーをつけると皮膚の温度で発電してちょっとだけネットワークにデータを飛ばす技術があります。本当に物理的にここにコンピューターが入る、でここにネットワークが入る。靴に体重計入ってればいいですよね。万歩計を持つっておかしいですよね。靴に入ってるべきですよ、っていうふうに全てのものの中にコンピューターが入る、本当に物理的に入るってことですね。